こんにちは、北海道のちいさんチャンネル、ちはるでございます。よろしくお願いします。本日はですね、廃人になると決めておりますので、パジャマで楽な格好でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。さて皆さん、ブラックフライデー終わったと思うんですが、たくさんお買い物された方いらっしゃるんじゃないでしょうか。私はですね、初めてのブラックフライデー参戦ということで、アマゾンで2点だけお買い物いたしました。防災グッズです。今日はそちらの紹介をしていきたいと思います。ご興味のある方はぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということで早速紹介していこうと思うんですが、まず1点目ですね、こちらです。じゃん、でっかい重たい、はい、岩谷さんのカセットガスストーブデッカーダンでございます。今回こちらをね、購入する経緯だったんですが、まあ、近年ね、日本全国大きな地震とか災害とかね、たくさんあると思うんですけれども、私が体験した災害の中で一番こう記憶にあるというかが 3.11 と胆振東部地震でございます。胆振東部地震の時は私も北海道にね住んでいますので、実際にね揺れを感じてブラックアウト経験いたしまして、1日半だったか2日半だったんですけど停電して、こんなに長い停電っていうのが初めての経験で、結構ねトラウマになってるんですけれども、あの時のね季節はまだ秋口だったんです。残暑はありましたけど寒くはなかったので、ストーブは必要なかったんですけれども、 3.11 のことをね思い返すと、冬場の真冬の震災でしたので、北国はねやっぱり寒いとちょっと困るわけですよ。夏は夏でね、熱中症とかで残念ながら命を落とすっていうパターンもねあるかと思うんですけど、冬は冬でやっぱり凍え死んじゃうね可能性もあるので、今回ですね、いろんな防災チャンネル見て勉強しました。でその中でたどり着いたのがこの岩谷さんのカセットガスストーブでございます。なんて灯油ストーブじゃないのって思ったでしょ。それについては最後の方にねちょっとお話ししようかなっていうふうに思います。まずちょっと開けてみよう。結構でかいのよ。それでは開封の儀でございます。では開けていきます。じゃーん、なかなかでかいね。説明書、これを外すと中身が出てきました。こういった形になっております。箱が大きいだけで思ってるほど大きくないです。はい、ということで開封してみました。思ったよりもね小さくて、ちょっと比較するものがないので分かりにくいかなと思うんですけれど、クローゼットとか押し入れにスポッと入る、それぐらい小さいタイプでございます。でこちらのガスストーブなんですけれども、室内用ですね、お部屋で使うタイプで、カセットガス、こちらで火がつくというタイプでございます。なのでね、カセットガスコンロとかね、あるお家でなんかお家でなんだろうね、お鍋するとか、そういうお家であればカセットガスはねあると思うので、まあこれがあればね防災用として置いとけるのかなっていうふうに思っております。でこちらのねストーブなんですけど、安全装置が4つついていて、圧力感知安全装置、立ち消え安全装置、不完全燃焼防止装置、点灯時消火装置ということで、ガスボンベがね加熱されちゃって異常を起しただとか、風とかでね火が消えちゃったよとか、まあ、不完全燃焼だよねの時とか、ストーブがね倒れちゃったとか、強い衝撃を受けたとか、そういう時にね安全装置が発動してガスが止まったり火が消えたりっていうねことをしてくれるというストーブでございますね。このまま閉まってもいいんですけど、いざという時にね使えなかったら困るので、ちょっと、ね、点火のテストだけしてみたいと思います。はい、うちに常備してあるガスボンベなんですけど、本当はね岩谷さんのを使わなきゃいけないんだろうけど、ちょっと今これしかなかったので、これをね使ってみたいと思います。ちゃんとね使用方法を読んでねやっていこうと思うんですけど、まずですね、これが小ですね、消える、
この位置にあるかどうかを確認し、よいしょ、裏ですね、ここにコンロをね入れるところがあるので、これを開くと、でガスが入ってるのを確認してガスボンベを設置していく。ちょっとね分かりにくいかなと思ったのでハンディー持ってきました。で装着していくわけですが、このねへっこんでるところ、ここと見えるかな、あそこですね、を合わせる。見えるかな、合わさってますね、ガッチャンコしてます。でここがねちゃんとガッチャンコしてないとガスがね入ってかないので、今取り外すんですけど、こうですね、分かったかな、見えたかな、伝わったかな。磁石っぽくなってるのでキュッと押せばグッとつく形になってます。で閉めて、そして点火ですね。あれ、おーつかない。これを回して3から5秒キープするそうです。はい、2、3、こういうことだ、ついたついた。え、でもね、ついたその場からもうあったかい。あ、見て見て見て、赤くなってきた。すごい、この正面はあったかいですね。この周りもすごいあったかい。あ、あったかい。え、すっごいあったかい。で、説明書によると、岩谷のカセットガスを使用時には150分程度持つっていう風にね書いてあるので、まあ、2時間弱ですかね。使用可能環境というのもねありまして、気温がプラス5度から25度の室内で使用してくださいということです。これもねちょっと後でお話ししようかなと思うんだけれども、とりあえずね今この着火して、この今の状況めちゃめちゃあったかい。近くにいるとどうしてもやっぱり小型だっていうのと、あまりにも広いお部屋だとちょっとね温まり悪いかなって思うんだけど、6畳から10畳ぐらいだったら、まあ、それなりにあったかくなるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、あったかい、あったかい。はい、ということでね今ね火を消したんですけれども、試運転っていうところもあってね、ちょっと臭いね、ちょっと臭いんだけれども、広いお部屋じゃなければまあ温まるかなっていう気はします。でさっき使用可能環境プラス5度から25度の室内っていう風にね言ったんですけれども、北国の冬で震災にあった時にじゃあ使えるのかって話になると思うんですよ。でいろんなガスストーブをいろいろ検討した結果たどり着いた私の答えは、寒冷地用の室内用のガスストーブっていうのはないのかなっていう結論に至りました。アウトドアとかで外で使う屋外用だったら、それ用のねガスボンベも、寒冷地用のガスボンベもあるので屋外用だったらあるんですけど、ちょっと屋外用を室内で使うっていうちょっと勇気が持てなかったです。もちろん換気はねこれ室内用ですけど換気は必要なので、室外用を屋内で使っても換気すれば大丈夫なんじゃないのって思ったんですけど、多分ねパワーが違うと思うので、ちょっと一酸化炭素中毒が怖いなと思ったので、今回は室内用を一応買いました。そしてなおかつ思ったんですけど、たとえ真冬に震災とか何か災害にあってストーブが使えないよっていう環境になったとしても、真冬ってお部屋の中意外とあったかいんですよね。基本的にあったかいのでプラス5度は温度はキープされてるかなっていう風な想定をしているので、だったら
もう停電したわって言って速攻とりあえず出してつければ火はつくなっていう、ちょっとね安易な考えはあるんですけれども、そういう結論に至って今回このストーブを購入いたしました。でいろいろね、自己責任の範囲での実験動画みたいな、実験動画ではない検証動画とかもねいろいろ見させてもらって、でそっかこういう風にも使えるんだなっていうのがちょっと分かったのが、まずこのね普通のガスボンベですね、カセットガスボンベ、こちらにね書いてると思うんですけど、こういったね、なんていうのかな、種類のガスっていうのかなっていうのが使われていて、これはどうやら0度以下になると使えない、ほぼ使えないガスらしいんですね。寒冷地用のガスボンベっていうのがあって、それは何に使うかって言ったら、さっきも言ったけどアウトドアとかされてる方ね、冬キャンとかされてる方とかはよく使ってるのかなと思うんですけれども、マイナス気温になっても使えるガスボンベっていうものがあって、それをこれに使って点火して火がついたよっていうね動画を見させていただきました。ちょっと勇気が持てました。なので万が一のためにちょっとね 1,2缶寒冷地用のガスボンベもね備えておこうかなというふうに思ってるんですが、室内で使う分に関してはおそらく北国の方だったらね暖房つけっぱなしの方の方が多いと思うので、まあ、室内の気温はね間違いなく5度ぐらいはあるだろうっていうね想定で今回買わせていただきました。参考になったかな、話わかったかな、ごめんねいつもこんな感じですいません。はい、2点目です。レディオを購入いたしました。でこちらはですね、あんまりその家電とかなんとか私詳しくないので、口コミだけで買ったんですけど、口コミと防災ラジオっていう風に検索をしたら一番上の方に出てきたので買ったんですけど、なんかすごいね、じゃーん、ちょっとねメーカーさんの名前がわからないんですけれども、ゲームちょっとテロップ貼っときます。多機能防災ラジオということで、このラジオがね何ができるかと言ったら、すごいいっぱい機能ついてるんですよ。ちょっとね読み上げるんですけど、まあ単純にラジオ、そして音楽プレイヤー再生、懐中電灯、 SOS アラームの機能がついていて、なおかつ充電なんですけど、 USB の充電とソーラー充電、これね、あと手回し充電っていうことで充電方法も3つあります。あとですね、乾電池も使えるし、スマホの充電もできるとねいうことで、まずラジオが聞けて懐中電灯になって、もしなんかこう家の中で埋まってしまって助けてほしい時に SOS アラームが鳴らせて、まあ、もちろんねテレビは見れませんけど、まあ、これ1台あればとりあえず電気もつくしなんとかなるんじゃないかなっていうね感じで、口コミも本当良かったので買わせていただきました。でなんかねこれケーブルもついてきて、何のケーブルだろうね、マイクロ USB ケーブル、オーディオケーブルということですね。音楽プレイヤーを再生するときにこのケーブルかなを使うみたいで、これを本体と携帯に差し込めば携帯から音楽が取り入れられるよというねことみたいです。でこっちはね、まあ普通にスマホだったり充電できるねケーブルがついてるんですけれども、この端子のさ、あ見えるかな、この端子マイクロ USB なので、割と最近の携帯だとちょっと充電できないかもね知れないですけど、うちのタブレットはね古いんでこれで充電できるからいいかなとは思うんですが、まあ普通にねみんな持ってるよね USB 充電の携帯のなので問題はないと思います。ただね付属品なのであれですけど、へー、ブラックアウトの時だったんですけど、私ラジオもなくて、で唯一音が聞けるものってウォークマンなんかI 全然名前出てこない、 iPad じゃなくて、Apple 製品のあれあるじゃないですか、ウォークマン、あれのシャープだったかソニーだったか、ソニーかな、ソニーのやつを結構ね今で考えたら結構古いやつなんですけどがあっ
って、それでずっと音楽をね流してて、何歩か不安がね取れたっていう経験があったので、まあ、音楽がねこれで聴けるっていうのはねありがたいことかなって、すごい機能かなっていうふうに思います。すごいよね。で、防水なんですけど、まあ、水の中にはつけれませんよっては書いてありました。生活防水ですね。で、まあね、ここに、こうやってね、ケーブルさせるところがありの、あ、これだね。ぐるぐる回して発電、充電するってやつと、ここに電池ですね。単4電池3本ね、使うみたいです。内蔵のリチウム電池っていうのがここに入ってるそうなんですけど、乾電池を使用するときはリチウムイオン電池を取り外して使用してくださいと。もしそのまま使用するんだったら乾電池じゃなくてリチウムイオン電池の方が優先されてね、使われるよっていう風に書いてあります。電池がね入ってたのでついたね。一応今のラジオ、これラジオモードだと思うんですけれども、ちょっとね音声入ってきたので適当にチャンネル回しました。結構プツプツ聞こえるけど、そんなに音質は悪くないのかなっていうね感想です。ここにボタンがついてて、これが懐中電灯に、おお、眩しい、明るいね、結構明るいね。はい、ということで、まあ、これだけ明るかったら夜のね夜道も平気でしょう。本当にブラックアウトの時に懐中電灯なかったから夜は外に出れなくて、スマホの充電なくしたくないので、スマホのライトとかも使わなかったので、いや本当今更かもしれないけど、ちょっと本当に買ってよかったなって今本当に思ってる。ちょっと感動、すごい。ちょっと引くぐらい多機能すぎて。でちょっと今音は鳴らさないですけど、 SOS のねボタンもあるので、これをね鳴らすとサイレンと点灯ライトがつくということで、注意書きに大きなサイレンが鳴るので SOS アラームを使用するときには気をつけてくださいっていう風に書いてあるので、ちょっとビクってするかもしれないけど、まあそれぐらい大きな音が出るっていうところなので、まあ、家屋の下敷きになっちゃったりとか、あとなんだろうね、やっぱり閉じ込められちゃったりとか、そういう時にね笛を用意しとけばいいっていう風にも聞くので、笛もね用意しておこうと思うんですけど、やっぱりこう笛の音よりも多分機械的な音の方がもしかしたら見つけてもらいやすいのかなっていう風なね気もするので、これはちょっと枕元に置いて寝なきゃいけませんね。ただどんな音がするんだろうね、ちょっと怖くて今音を出すことはねしないですけど、あとねその手回し充電かをちょっとねやってみたかったんですよ。どんなもんなんだろうね。説明書には時計回りでもハンド計回りでもどちらでもいいっていう風に書いてあって、回すとねここのランプが赤くなるよっていう風に、お、あ、本当だ、ちょっとうまく伝えれないな。わかりますか、ちょっと赤くなるの、ほら、こうやって充電を手回しでできますよと。で何よりもやっぱり使えなかったら困るので、充電のね方法なんですけど、 USB で充電できるそうです。これだと6から7時間、ソーラー充電だと65から70時間、なかなかだね。でもまあまあ放置しとけばいいっていう感じですよね。ちょっとね手回し充電については書いてないからわかんないんですけど、まあ結構手回ししなきゃいけないかなっていうふうに思うので、やっぱりね常に充電しておく状態っていうのと、乾電池ですねはやっぱり用意しといた方がいいかなっていうふうに思います。あ、書いてた、手回しだと1分間手回し充電を行うと LED ライトで15分から20分、ラジオは5分から10分、スマホの通話は3から5分っていうことなので、まあ本当に手回しは緊急用ですね。はい、ついでだからね言うんですけど、フル充電でラジオ中音量で18時間から20時間、音楽プレイヤー中音量で30から35時間、 LED ライトが18から20時間使えるということで、まあ、一番震災の時に欲しい情報ってラジオだと思うので、まあ、ずっとかけっぱなしにしとくこともないのかなというふうには思いますが、やっぱり電池は用意しておいた方がいいと思います。
いやなんか今回ちょっとね動画にするのすごい難しかった。あの何をどう説明したらいいかわからないっていうのと、説明したいことがたくさんありすぎてちょっとね伝わりにくい動画になってしまったかなっていうふうに思うんですが、言えることは北国に住んでる方は特にガスストーブは絶対用意しておくべきだし、こういったね多機能型の充電もできてラジオも聞けてっていうね、あとライト、これは本当に非常に大事だと思うので、こういう風に多機能のね機能がついた防災ラジオっていうのもね絶対必要だと思うので、ぜひ手元にね用意しておいた方がいいかなっていう風に思います。ちょっとねごめんなさい長くなります。冒頭でもお伝えしたんですけど、私がなんでガスストーブを選んだかっていう理由なんですが、理由1、まず我が家は賃貸なので灯油のねポータブルのストーブの使用が禁止されています。2、そのために灯油の備蓄っていうものがまずしないよね。なので必然的に灯油ストーブを用意することはやめました。灯油ストーブポータブルをね使っていて灯油の備蓄ができるよっていう方は間違いなく灯油ストーブを買った方がいいと思います。まあ、そういう人はね結構そのポータブルのちっちゃいコンパクトな灯油ストーブをねちっちゃいお部屋で使うのにっていう感じであったりとかする方が多いと思うので、あとまあ一軒家に住んでる方とかね、そういう方はもう全然灯油ストーブを選択することを私は強くおすすめします。あったかさがまず違うし、コスパ燃費ですね。このガス缶一つで150分かなってことを考えたら、1日フル稼働させるのにまず何本必要なのかっていうところもありますし、実際問題一人暮らしなのでこのねガス缶の本数も今パッと見ましたけど6本パックのが2つあるだけなので実際に不安です。もし真冬に停電になったらっていうことを考えると間違いなく灯油ストーブをおすすめします。ただ私みたいに賃貸に住んでいていろいろ制限があったりとかそういう人もいると思うので、備えのためにガスストーブ今回選びました。今後もね防災グッズちょっと増やしていこうかなっていうふうに思ってはいるので、実際にね防災グッズ揃えてる方とか使用したことがある方とかこういうのがあったらいいよとか、北国さんはこういうのがあった方がいいよ、南のねちょっと暖かい地域の人はこういうものがあった方がいいよとか、そういうものあったらぜひ教えていただけますと、私もねこれから本当に徐々に徐々にまた増やしていこうと思いますので参考にさせていただきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。すみません、ごっちゃごちゃしちゃったね。はい、この動画を見てガスストーブ買うよ、灯油ストーブ買うよ、ラジオ買うよ、防災グッズ見直そう、そう思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録、あとコメント欄よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。